じ大食いのミニです。はい、いつもお元気、ごいっぱいおばちゃんです。情熱の女リーダーキャンディーです。3人揃ってガッガッガールズ。あ、低いね。低かった。いや、高くいくと思って私低くだった。みんな低かった。でもまあ、今のくいたね。本日は、ニンデカさん、ファースト、ライブ、こんなね、記念するライブにね、呼んでいただきありがとうございます。なんかね、異色な組み合わせでね、びっくりするかもしれませんけども、あの素敵な音楽の後に、橋休みとしてちょっとね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、まあ、ちょっと1曲目から飛ばしていこうと思いますが、1曲目は、去年の秋に、去年の秋に、新曲をいただきまして、3月に1回だけ披露した曲になります。私たちを知らないお客様も、名前をね、覚えていただけたらなと思います。ではお聴きください。スマイルアゲン、大切な人、大切なもの。
ありがとうございます。ありがとうございます。まだ1曲目だけどね。すごい息切れですね。そう、頑張ろう。1曲目いきますね。早い。3人なんで、まだ息を整えます。いつもドリンク持ってくるんだけど、今日忘れてますからね。飲めないですよ、一人ドリンクタイムないんです。はい、2曲目いきます。ちょっと待ってください。これがいいの。はい、すいませんね。大丈夫ですか？ちょっと低いな。自分で調整してください。いやね、私たちね、もうアラフォー以上なんです。ね、なのでね、息はね、切れるわ、忘れちゃうわ、いろいろありますけどね。ね、皆さん優しいのでね、目をつぶってね、見ていただけたら、はい、何？いや、覚えてないって思い出せない。それでも、はい、じゃあ2曲目いきます。今日は3人ですので、ね、やっぱりね、昭和の曲、3人といえばキャンディーズ。あ、キャンディー、キャンディーじゃん、キャンディーズね。キャンディーズいきますよ、はい、じゃあ年下の男の子、聴いてください。鼻の下にね、こう、ほくろ？なんか、
水気がするんだけど、鼻水じゃないからね、汗がもうここまでも大丈夫ですよ、ね、はい、そんなお年頃なんでね。はい、じゃあ、はい、はい、3曲目いきますか。そうですね、はい、3曲目、うん、実は、うん、私たち、10月6日にメジャーデビューしたんです。本当とか、なんかちょっと聞こえますけど、でも分かんないよ、うん、こんな私たちでも夢が叶えられるんです。長くね、活動を続けているとね、誰かが拾ってくれるんです。何年ですか、活動。活動8年ですね。8年、私たちね、全国にこういうアラフォー以上のアイドルが結構いるんですよ。今回、20組48人でデビューしたんですけど、アラフォーアイドル輝けプロジェクト、ホティプロという中に所属したんですけど、つんくさん、なんて言うの、悪女財さんが、広島の悪女財さんがいるんですけど、その方から声かけていただいて、つんくさんに曲を作ってもらうんだけど一緒にやってみないって言われて、でクラウドファンディングを経て曲をいただいたんです。ね、よかったね。これね、おばさんですけどね、夢は叶えられるんです。まあ息が続く限り頑張っていこうかなと思って、もう汗がタラタラしてますけどね。溶けた限界声を歌います。これもね、ちょっと激しい曲なんですね。無理して頑張ってくるんです。1曲目がもう1曲目がもうね、タラタラだからね、大丈夫ですかもしれませんけど、やりましょう。初めてでしょ、あのフルで歌うの。ステージで初めて披露するんです。今日が初めてなんです、はい、間違ったらすみません。では、オートツゲラ限界超え。Okay, okay.
かなと思っちゃったけどね。でもね、ちょっとモニュータにはならないかもしれないし、ちょっともう私これ忘れちゃってね、ここに返していくと私3枚みたいにね、すいませんね、なんかね、はい、急いでる感じがじゃあここで、このオルトピニア限界超えよう、ね、私たち限界超えてるけどね、限界超えた、初グッズがありますんで、この、アラフォーアイドル輝けプロジェクト通称フォーティプロのタオルをなんとこの会場にいる皆様の中から1枚でプレゼントします。はい、欲しい人、はい、欲しい人、あー、あれ少ねえな、あ、アメリカなんだよ、少ないよ、じゃあ少ないのでみんなで行く、ね、はい、じゃあ皆さん手を挙げてください。何するの、じゃあいらないかもしれないけどもう本当にいらない人は手を挙げてもらっても結構です。Thank you.
温かい拍手ありがとうございます。この次また素敵なね、イネカさんの歌を楽しんでください。ありがとうございました。